プロフィールここで見ておきましょう。まずはチャンピオンです。シェーン・ムズリーです。アメリカカリフォルニア州出身の26歳。93年にプロデビュー後連勝を続け、97年8月には南アフリカのフィリップ・ホリデーに12回判定勝ちし、 IBF 世界ライト級タイトルを獲得。その3ヶ月後にはマヌエル・ゴメスを11ラウンド TKO に破り初防衛に成功しています。戦績は25戦25勝無敗、25勝のうち23の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はデメトリオ・セバジョス、パナマ・コロン出身の24歳です。91年にプロデビュー、95年3月にはオティリオ・ビラーリアルを TKO に破り IBF ラテンアメリカライト級タイトルを獲得。最近はアメリカを主戦場に連勝を重ね、世界ランク1位まで上がってきました。戦績は21戦20勝1敗、20勝のうち13の KO 勝ちがあります。モズリー・セバジョス両対決となります。はい、まあ、両選手ともいいレコードを持っていますけど、浜さん、はい、このチャンピオンのモズリーというのは2度目の防衛戦で、はい、アマチュア時代なんですけども、はい、あのデラホヤに勝ったことさえことがあるということですね。あくまでもそれはアマチュアの時ですよね。ただ今のこの戦績見ても全勝でほとんどの数ですよね。はいはい、評判がいいんでこの評判は早く見たいところですね。本当にそうですね。それから鎌田さん、これニックネームが、シュガーという、はい、シュガーレイレナーだったそうですね。ついてますけども、これはもう期待していいというニックネームなんですね。そうでしょうね。まあシュガーレイロビンソン、シュガーレイレナードときたこの栄光のシュガーの系譜ですからね、それをまあ継いでいるシュガーシェン・モズリー、なんといってもそのやっぱ KO 数が25のうち23あるということで、はい、まあ、連打で倒すタイプなんでね、非常に速い回転力を誇っているので、まあ、しかし今日はですね、指名挑戦者と対戦するということなんですが、ランキングが1位のですね、デメトリオ・セバジョスです。こちらも浜田さん、はい、いい成績なんですけれども、まあ、どういった試合になりそうですか。指名試合、はい、ということは、まあ、どっちかというと力が接近している場合結構多いですよね。はい、ただモズリーの場合は評判が本当に良すぎるぐらいいいですからね。まずは初登場、お手並み拝見したいですね。そうですか。浜さんの決めのコメントが出たところで、早速参りたいと思います、はい。今日はアメリカコネティカット州アンキャスビルモヒカン、サンカジノで行われました試合です。どうぞ。And gentlemen, from the Mohegan Sun here in Huntsville, Connecticut, America presents and Cedra Kushner Promotions in association with the undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser, proudly present to you HBO Boxing After Dark. Let's get the action started. We have for you, first of all, 12 rounds of boxing for the IBF Lightweight Championship of the World. It is sanctioned by the International Boxing Federation. President is Robert W. Lee Sr. Supervisor is Walter R. Stone. Along with the Department of Consumer Protection for the state of Connecticut, Commissioner is Mark Schifrin. And in cooperation with the Mohegan Tribe Indians of Connecticut, Chairman is Roland Harris. The three judges assigned scoring on a 10-point must system are Don Ackerman, Glenn Feldman, and Robert Paolino. When the bell rings, the referee in charge of the action will be Eddie Cotton. Introducing to you first the challenger, fighting out of the blue corner. He's wearing the gold trunks with purple trim and weighed in at 135 pounds. Fighting out of Brooklyn, New York, by way of Forlorn, Panama. He has a professional record of 20 wins, just one loss, with 13 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome Demetrio Bambele Sasanzo. 挑戦者でランキングが1位、デメトリオ・セバジョス。Coming to us from Pomona, California, he is undefeated with 25 wins and 23 of them coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing the current IBF lightweight champion of the world, フィリップ・ホリデーを判定に下しまして、このタイトルを手に入れました。そして今日が2度目の防衛戦になります。25戦全勝 23KO という素晴らしい成績を誇りますシェーン・モズリー。
IBF 世界ライト級のタイトルマッチ12回戦です。なおこの試合のレフリーはエディ・コットンです。今注意を与えています。お客様の香川さんはどの辺に注目したいですか、この試合。そうですね、モズリは確かに強いんですが、はい、このデマトリオ・セバージョフも成績20勝1敗で、1敗っていうのがバルセロナオリンピックでアメリカ代表だったアイヴァン・ロビンソンに僅差の判定負けを適正しているわけですね、でこの試合も実際にやっぱりセバジョフの方が良かったんですよ、はい、僕が見る限りではセバジョフの判定で勝ったと思うんで、実質無敗の選手だと思うんですね。なるほど。で最近それ以降6連続 KO 勝ちなんで、セバジョフの方も侮れない挑戦者だと思います。いい試合になると思います、はい。さあ試合が始まりました。 IBF 世界ライト級のタイトルマッチ12回戦です。シロン・トランクがチャンピオン、2度目の防衛戦のシェーン・モズリーです。ゴールド黄色のトランクスがランキング1位のデメトリオ・サバジョフです。スタートから強くハイスパンチを出していきます。両者を離します。レフリーのエディ・コットン。この試合ですが、フリーノックダウンルールは効いていません。フリーノックダウンルールです。それからどのラウンドもゴングには助けられません。ボディを打ってきます。チャンピオンシェーン・モズリー。ベルトラインにはシュガーというニックネームを入れています。シェーン・モズリーです。先ほども言いましたが、そのスタイルが往年の名選手シュガーレイ・ロビンソンを彷彿させるという声もあるということから、自らシュガーと名乗っています。チェーンモズリーです。ハマさんはシュガーレイ・ロビンソン、当然ビデオでご覧になることになりますよね。本当にモハメド・アリが目標にした選手ですよね、はい、それとシュガーレイ・レナードが目標にした選手ですから、当時で本当にスピードを上げてパンチャック、そして特に左フックが伸びましたね。ああそうですか、はい。まあ、その選手を彷彿させるというこのチェーンモズリー、シロントラック入っていったのはデメトリオ・スバジョ。ここまで見た限りなんですけどね、モズリーは若干体は硬いんですけどパンチはありますね。ああそうですか。パンチャック選手は結構固まっていくんで、体硬いところあるんですね。まあ、ちょっとそれに比べて挑戦者セバジョフの方は平均的にリラックスしたいいフォームですね。挑戦者の方がリラックスしている、安定した動きてますよ。そうですか、はい、いいですね。いいですね。セバジョフはどっちかというと右クロス、チャンピオンのミルクロスです。どちらかというとスロースターターの方の選手なんですけども、はい、やっぱモズリーがずっと最初からジャブ打ってくるんで応戦せざるを得ないっていう感じで打っちゃってますよね、最初。確かに浜田さん、よく手が出てますよね。はい、相手の、もちろんチャンピオンが出ると思うんで、最初に、その相手のチャンピオンが出ない時に叩いとこうという気もあると思いますけどね。まあ、ここまで見た感じで、はい、チャンピオンはパンチあるんで、おっと、右から左に打っています。左はボディ。右を打ち下ろしていいですよ、はい。打ち下ろしていきます。シェーン・モズリーです。チャンピオンのモズリーが175センチ、身長です。そして、挑戦者のセバジョスが170センチなんですが、挑戦者も大きく見えますけどね。最後のよりもね、ミルクロスか、やはりボディーボロー。先ほど同じコンビネーションを見せます。右を打ち下ろした後の左ボディーを思いっきり返すのが得意なんですよね、モズリーは。先ほどからこのパターンを取っています。今ゴングです。第1ラウンドを終えました。このラウンド、チャンピオンのラウンドです。はい。チャンピオンのモズリーが最初のラウンドを取りました。こちらがチャンピオンのシェーン・モズリーです。25戦全勝、23KO、現在26歳です。しかしチャンピオンモズリーの出身後なんかワクワクしますね。本当にそれを感じさせますね。これだけ思いっきり振る選手は魅力ありますよ。確かに香川さんおっしゃったようにハンドスピードというのはやっぱり感じさせますね。そうですね、そういう意味ではこのクラス一つ上ですけど、ジュニアウェルター級で傑出した80年代のチャンピオンだったメルドリック・テイラーを僕はすごい思い出すんですけどね、彼の戦い方を。そうですか。この2試合タイトル取った試合、フィリップ・ホリデー戦、それから初防衛戦がちょっと出来が悪かったんですよね、はいはい、そういう意味でこの試合今回の指名挑戦者との試合では気を締めて、うん、最初から行こうっていう感じでかなり体力使った1ラウンドだったと思うんですよ、最初から打ってるので、さあ第2ラウンド、IBF 世界ライト級のタイトルマッチです。このクラスは135パウンドまで、両者とも軽量ではリミットいっぱいでした。 81.2 キロです。おっとボディ打ち、お互いに至近距離で打ち合いになります。距離を置きます。キャップ、そしてワンツー、右がクロスになりました。思い切り打ってま
デスも浮いちゃいますね。あのどっちかというとセバジョスの方はやや釣られてるところがありますね。チャンピオン思いっきり振るんでどうしても力入ってしまうわけですよ。はいはい、これはやっぱりチャンピオンのおっと今当たらなかったんですけど、タイミングがバッチリ、ね、あんなのが当たってしまったらと思うとやっぱり力入ってしまうもんなんだ。なるほどね。世界は初挑戦です。デメトリオ・セバジョス。USBA 全米タイトル挑戦をしたことがあったんですが、その時は失敗しました。95年10月その時は先ほど香川さんから話がありましたアイバン・ジョンス・ロビンソンでした。これだけです。敗れたのは挑戦者のデメトリオ・セバジョス。ボクシングの柔らかさは挑戦者セバジョスの方が。コンビネーションダブルになっていきました。ボディブローいいですね。今のボディブローの打ち方なんかですね、思い切ることはいいんですけど、実際にパンチない選手がああいう打ち方すると危ないんですよ。というのは胸を張って思い切ってますよね、あの時に打たれたらまた危ないですよね。ただこの迫力があると相手を打ち返せないでしょう。あ、なるほどね。挑戦者のウェービング、おーっと右のクロス、クロス左をフォローしていきます。今のガードの上からも叩き込んでやろうという感じですよね。この選手は勝ち続いていけば人気出るはずですよ。実際に多分セバジョスの方が少し背が高いと思うんですけど、でしょうね、長身の相手で決して懐も狭くないと思うんですよ、はい、その相手にあれだけ、ね、思い切ってボディを飛び込んでくるのはそういう勇気がいると思うんで、あれだけのスピードがないとできないと思うんですよね。スピードを感じさせます。おーっと、力いっぱいですね。おーっと、あそこ左がボディにめり込んでいきます。チャンピオンのシェン・ボズリー、うっすらと髭を蓄えています。シロン・トランキーIBF 世界ライト級のチャンピオンです。これが2度目の防衛戦。一方のゴールドのトランス、スバジョス、いいスピードあるチャンピオンのリードブローです。世界初挑戦です。挑戦者スバジョスの方もう少しリズムから立て直してくれるといいんですけどね、やや正面的に相手の防衛戦に釣られて力入って決まってますね。今のなんかもね、かなりね、力が入った左右のボディフロー。あんなのが当たったら力入るもんなんですよ。そうでしょうね。仕方ないといえば仕方ないんですけどね、まあ、そこでもう少し自分のリズムを取り戻せるといいんですけどね。はい、第2ラウンド終了です。このラウンドもチャンピオンモズリーのラウンドです。チェーンモズリーが1ラウンドを取っています。まだラウンドこちらが挑戦者のコーナーです。現在のホームラウンドはデメトリオ・セバジョス。デメトリオ・セバジョス。手元の資料によりますと身長は170センチ、リーチは178センチとあります。 21戦20勝13KO 勝ち、1敗しています。24歳、アメリカコネチカット州アンキャッツビル、モヒカンサンカットで行われています。世界ライト級のタイトルマッチ第3ラウンドに入りました。左を常に先に出していきます。モズリー時折1ラウンドからボディブローをうまく折ります。回ります。モズリーです。テリーノリス、こういった名前さえ出てくるというシェーン・モズリーです。右を振った、これは当たっていません。しかし追い込んでいきます。体格差からでしょうか。デメトリオ・セバジョス、この位置の取り方今はもう自由自在でしたね。挑戦者セバジョスの方も強気ですね。かなりいきましたね。いや本当強気ですよ。今入ったか、あるいはエボーブッカー左、挑戦者セバジョスの方もですね、中盤じゃないからいいわけですよ。ここで前出てきますね。この通りセバジョス出てきます。このラウンドは今までのラウンド一番前出てます。そうですね、やっぱり、チャンピオンの強引さをストップしようという気持ちがあると思いますね。1、2ラウンドを取られました。挑戦者のセバジョス、ボディブロー突き上げていきます。今のはいい角度からいきます。同じコンビネーションを使います。この左がボディにめり込みます。チェーン・モズリー、前回の8号衛戦から2ヶ月半という短いインターバルですが、いい補強、立ち上がりか
20歳シェーン・モズリーチャンピオン。いやいや挑戦者焦り気味の出方になってきましたね。再三交代に入っています。セバジョスはおよそ6メートルのインターバルです。あのまあこれ、前半ノックアウトすればいいんですけど、これ後半行くとこの打ち方だと相当ダメな勝負になりますよ。相当飛ばしてますね。相手の腕を合わせます。少し休憩を取りました。位置が正確ですよね。ベルトラインの下にもずれないし上の方にもずれない。的確にあのレバーのところをエグろうとするパンチがすごい正確ですよね。どんな体勢でもあそこに左ボディを最後収まるっていう感じで、なんかもう的がすでに決まっていてすごい吸い込まれるような形でね。そうですね、いきますよね。パンチが完全に相手を見なくてもですね、どこに相手がいるというのはほとんどわかるんですよね。ボディーブローです。入ってくるところ。ボディーカウンター。またボディーに決めてきます。相手はかなりこのラウンド前に出てきたんですが、いいカウンターを取っていました。はい、挑戦者のセバジョスよく前に出て攻めようとしたんですけど、当てきれなかったね。ラウンドのチャンピオンモズリーのラウンドです。ゲストの香川照之さんにはポイントは聞いてませんけども、1ラウンドから3ラウンドまではこれはいいところでしょう。そうですね、問題なく1枚上ですね。モズリーのところは本当に第3になっていますけども、シュガーレイ・ロビンソン、まあね、もうビデオテープでしか見ることができない選手ですけれども、そういったうまさを感じさせるこのモズリーです。ロビンソンの場合はですね、もう少し柔らかかったですね、体の方が。ロイズの方が近いかもしれませんね。やっぱりチャンピオン、その時の目標とする選手がいると、結構その選手のいいところを結ぶもんなんですよ。あ、なるほどね。モズリーは世界チャンピオンになる前はもうちょっとオーソドックスだったんですよね。もうちょっと普通にボクシング、普通にっていうか、しっかりとジャブついてっていう感じだったんですけど、かなりトリッキーな動きを取り混ぜるようになってますね。そのぐらい自信が出てるんでしょうし。第4ラウンドに入りました。香川さんはね、大のボクシングマニアでありまして、海外からビデオテープをわざわざ取り寄せてそれをチェックされてますから、本当にマニアですね。やっぱりこのモズリーも印象に残るのうちの一人なんでしょうね。そうですね、そういった意味では。おっと、でライト級が今チャンピオンが強いですからね。そうですね、激戦区ですよね。おーっと、おーおーおー、右それを取っています。狙い打ちですね。しかしこの試合はなんか違うこと話してらんないですね。なんか話せたとしたらものすごい。しましたよ、見ました。おっと、今来ましたよ。レフリーが間に入ります。一回綺麗に分けました。ちょっと今ラフになったということなんですか。まあ今聞いたんですよ。それでちょっと揉め合ったところをレフリー中央中入ったんですけどね。ちょっとセバジョスがバタバタしてきた感じですね。下半身のバランスが悪くなった。今聞いてるんですよ、聞いてるんですよ。何か試しに出した右がポンと当たりました。チャンピオン寄っています。あー、ロープに詰まりました。これ当たります。聞いた、確認しています。ドリップボディでダウン。第三強は出しておりました。この左ボディブローダウンを奪っています。第4ラウンド、ボディでダウンしたんです。この前の右フック、ロングフックを聞いたんですね。来ましたね、あれだけのロングフック。また左コンビネーション、また左使います。このボディは強烈ですね。左が有効です。生きています。さあ、レッドランダ得意のハンドスピードを使います。まだ時間はたっぷりあります。第5ラウンド、第4ラウンド。ユークロスからまた左。ちょっと引くか。注意は入りません。おお、いいフェイントしちゃう。下の音。ユークロスなんかねじり込んだからね。必ず1分前に頭をグッと動かしますよね。まあ、そういった実践で足を出しまで、このパターンが有効です。右打ったと後の返しがいいですね。打ち下ろし、これ怖い、怖いですね。当たってないけど、まあ、今当たってないけどそれでもいいんですよ。当たってないけどこんなのが当たったらという恐怖心が相手に出てしまう。
うとスタミナ消耗するんですよ。そうでしょうね。目の前のあのパンチを見たわけです。コテゴンでこのラウンドは挑戦者にダウンがありました。第4ラウンドを終えています。このラウンドはダウンは、はい、どうでしょう、挑戦者のスタミナ打球は。スタミナ打球はダメージなんですね。ダメ、はい、いや聞いてますよ、ぐらい水かかでしょうね。浜田さんはフィリップホリデー戦をご覧になっています。で前回の第、初防衛戦ですか、マネルクメス戦、これはもう、はい、あまりいい出来ではなかったという、ね、話ですよね。どうですか今日の出来というのは。全然違いますか。もう2倍ぐらいいいですね。2倍ぐらいいいですか。もう全然いいですね。これだけ思い切ってまず連打をしてなかったですね。もっとアウトボクシングの方に傾いてたんで、今日決めてやるっていう決意がすごい見えますね。またこの右フックが、ロングフックなのにストレートと同じ時間で届いちゃうっていう感じがするのが強いですよね。それだけスピードがあるんでしょうね。ダウンを取りました。第4ラウンド終了して第5ラウンドに入っています。 IBF 世界ライト級タイトルマッチです。できました。スマジョス、クリンチのホールドも調子したかもしれないですね。ホールドした後に肘打ちをですね、まあ、今のモズリだったらあれぐらいもうアップの音じゃないですよね。入れ替えました。はい、入れ替えます。ポジション変えます。使います。この大胆にバック使う時あるんですが、その時も打つのを狙っているような感じですね。かかりながらでも打てる選手ですね。これが2度目の防衛戦でありますが、このワウワウが出ます。まあですけども、セバジョス、よく今のラウンド前に出てますよ、ね、もう少しダメージなかったらもう少し早く出れるんでしょうけどね。消えてしまったんで足がワンテンポ遅れてますね。そうですね、今もね足がついていかない感じですね。ちょっとダメージが残ってるしょうがないとかありますけどね。かなり前のめりな感じになってきています。モズリーも前の回だいぶまとめたのでこの回は少し自重してる感じもありますね。引きつけて打つだけっていう感じは、ね、ちょうど第5ラウンドの半ばかかります。 IBF 世界ライト級のタイトルマッチ12回戦です。ちょっと試合はね押されてますけども、スマジョス挑戦者の動きとしてはどうですか。どうですか。1回2回3回、まあ、どっちかというと攻めが行ったんですけど、いい動きではあったんですよね。ただ4回以降はダメージがあるんでしょうがないんで、まあ、やっぱ足にどっちかというと力が入ってないんですよ。これはダメージあるんでしょうがないですね。確かにスタートの動きと足がもう全然動きが違いますからね。あれだけボールに振ったんですね、ところあるんですけど、ただよくそうやって前に出てますから、こうやって相手のロングのパンチをかわしながら、時間稼いで回復できればいいんですけどね、ショートのパンチを引き上げてきました。そうすると、チャンピオンの残り、この打ち方だと、後半スタミナ消耗する可能性ありますからね。なるほど。捉えどころですね、挑戦者ね。本当そうですよ。引き離されるとどんどんロングのパンチが飛んできますからね。今の感じで前に出て距離を詰めようというのは一つのいい戦法なんですけど、いやー、詰めましたね今。ボディーブローでまたもらいました。長かったですね今のも。いやー、いいの食いながらもよく頑張ってますよ挑戦者。前半、まあ、浜さんのコメントによるとちょっとね、疲れてるところもあったんですが、いやいや、どうして最後はもみ合いかなりありましたね。このラウンドもチャンピオン、モズリーのラウンドです。一方的になりつつありますね。もうなってますね。ちょっともうまともに食うようになっちゃってますからね。モズリってな、目の色がちょっと可愛らしい色してるですね。これ、おそらくこのチャンピオンは愛嬌のある生活なのかもしれません。そういった表情を食べてくれるのかもしれません。さあ、第6ラウンドです。ボクシングとどっちかというと暴れ者のような感じがしますけどね。表情がたまたまアップになりましたから、そう見えましたけれども、
けど、どうしてどうしてかなり荒々しいものを持っています。足を使います、大胆に足を使います。あーっといいカードなかったんですが待ってました。下がるとやっぱりユマスがぐっと出てきますからね。挑戦者が下がるとチャンピオンのロングの感じがトンクロがですよ。だから挑戦者とすればどっちかというと距離を詰めてロングのパンチを変わりたいところですね。で追いかけていくとカウンターが待ってるとかといって待ってると飛んできますからね、非常に苦しいところです。デメトリオクバジャス振りながら前に出れるとまだいいんですけどね。やっぱりチャンピオンの参加が早いんで振る余裕がちょっとないですね。非常に出入りの時のキラスパンチのバランスがいいですよね。行った時は右をかぶせてちっちゃく打って足使ってでかい左で向かい打ったりとか非常に見てて飽きさせないボクシングですよね。飽きないというのは、ね、コメントとしてなんか言えてみようですね。確かになんかもうビデオ見てて寝ちゃうボクシングいっぱいあるんだけどもこれはあのパッチリ起きてる目を離すことができないというやつが続けるよね。チャンピオンのモズリーの感じはですね、このショートでも同じボディです。ショートでもロングの打ち方しますね。ロングで大きい、距離を掴んでますね。今のはそうでしょうか。こういうことというのはどうなんですか、やりやすい、できるものなんですか、このような簡単に。いや、それは練習してるからできることなんですね。ただ、ショートでロングの打ち方すると疲れるんですよ。当たれば強いですけどね。左を返しました。このまんまで、チャンピオンのモズリーが消耗すると分からないですよ。あなるほど。香川さん、よくご覧になってるそうですけど、体力面はどうなんですか、スタミナ面というのは。いや、 やっぱり中盤、ちょっと中だるみにする傾向が僕はモズリーにあると思うんですが、はい、この試合に限っては、もうずっとフルエンジンでいってるっていう感じがするんで。ただ、ね、飛ばしてるのには間違いないですからね、そろそろ仕留めたいラウンドではありますね。第7ラウンドに入りました。 IBF の世界ライト級タイトルマッチ12回戦です。上下のフェイント、白のトランクがシェーン・モズリー、チャンピオン2度目の防衛戦です。前回の初防衛戦から2ヶ月半のインターバル。お右、今のはアッパーですね。伸びる感じだったんですけども、もっと気を張るようなね、気がありますけども、ああいうパンチというのはやっぱりそこそこセンスがないと打てないもので、練習もあるでしょうか。もちろん練習しなければ宝も当たるもんでですね、パンチだけはやっぱりもう宝さんも本当に強いですね。まさにモズリーはそういうところが言えそうですね。言えますね。この打ち方は、この打ち方っていうのは価値がないんですよ。体全身を使って、足腰全部使って打ってますよね。このライト級 61.2 キロのクラスで25戦23戦王です。まあパンチ力が分かりますね。肩を合わせてきました。なんとかしようというんですが、体がついていきません。ミールクロスは空振りです。両者を離しました。エディコットンレフリーです。
離れ際の右フック、さっき言ったモズリーがかぶってる右フックっていうのは、例えば相手がサウスポーだった場合、例えば浜田さんが打った場合っていうのは、少し左側が開くと大きくなる分見やすくなるんですかね。モズリーの右フックが、はい、今こういう離れ際に打っていくやつですね。なるほど、それはどのタイミングで打つかが大事なんですか。全身の体重の移動、大技も使ってますね。あ、挑戦者ちょっと勢いが出てきました。いや、もうあの精一杯なんですね。ここで踏ん張って踏ん張って、今の状態で相手が掴んで踏むとというのは願ってるんですけどね。しかし挑戦者もよく頑張ってますよね。これだけ打たれてますよね。どうでしょう、さっきの川原さんの話ですけど、モズリーのパンチはサウスポーとやってもいろんな角度から出さないんですよ。この近くだと普通サウスポーからだと右のフックというのは見えやすいんですよね。これだけのスピードがあると見えても余計にくいかもしれないですね。第7ラウンド終了です。このラウンドもチャンピオンモズリーの吹きかけてもらっていました。チャンピオンのモズリー、ここまでスペシャルラウンドを取っています。この方もモズリーと先ほど名前が出てましたから、ファミリーもしかしたらお兄さんかもしれませんが、ちょっとまだ若いんじゃないですかね。でも外国人の年齢は、ね、難しいですからね。ただ父親がセコンドツッハラハラしてできないんじゃないですかね。なるほど、確かにそうかもしれません。トリンガードなんかね、ついてますね。ついておりますけどね、まあ、そういった変わった親もいるんだなと思いますよ。歌は浜田さん言い過ぎて、普通はですね、親だったら見れないと思いますよ。日本的な感じが言えばね、右のクラス当たりません。IBF 世界ライト級のタイトルマッチ12回戦、本当にすごい打ち合いが続いています。これを打ち合いと表現するのかどうか、チャンピオンがまあ打つシーンが多いんですが、左を突き上げていきます。前者のセバジョスの方もリーボクシングではあるんですけど、いかんせんチャンピオンのパンチが速いんで、よく切れないですね。自分が効いてるんでですね、やっぱりちょっと遅くなってますね。見えるんだけど体が動かない、という状況かもしれないですね。浜さん、パンチのスピードと言いますけど、これ速いわけですよね。足は左のクロスです。今の変速でやりましたね。変えましたね、今ね。変えたというか、どういった状態でも変えたという状態ですね。バランスカードの低くないですね、今の。ノーブロスか、ベルトラインだったような感じ。かなり厳しく入りましたね。これでも現在は先頭は目の痛い、まあ休憩ですね。休ませます。初当たりだったサウスポースタンスに変えてボンボンきますからね。自由自在にやっちゃってますね。これはいい機会を与えてもらったかもしれません。一方攻めるモズリーも初級士、こんな感じです。攻め疲れというのをちょっとところどころ感じさせるところもあるんですが、モズリー相変わらず打ちまくります。減点ですね。減点ありましたね。十分休ませてから減点があります。そうですね。一発で減点しましたね。それはないだろうというモズリー。減点がありました。第8ラウンドです。チャンピオン試合再開です。ポイントもやるもんかっていうんですよね。これだけ差が開いてたらね。ありましたね。ちょっと手が止まりました。いや、そんなことないか。小さなワンツー、左返します。ビッグマンにします。ミスマス。これが右バックします。挑戦者バック。追い込んでいきます。右ストレートもろに切ってしまいましたね。ありましたね。右のストレートが入りました。試合終了です。
です。試合終了です。減点は関係ありませんでした。その後きっちりと決着をつけています。チャンピオンのシェーン・モズリー。2度目の防衛に成功です。意識を飛ばしましたか？いや、意識はあるようです。意識はあるようです。強いですね。いや、本当に強かったですね。すごいですね。そこで踏ん張ったんですがね。まあ、ダメージあるところに、あの集中が。まあ、仕方ないですかね。はい。コーナーに駆け上がりまして、お客さんにアピールを行います。この辺も導入しています。キャプテンのシェーン・モズリー。何かこう、うまく唯一ならないもしますよね。まあ、やっぱり、チャンピオンになるだけの選手のような表情ですね。ちょっと大地を取ってキャンバスに寝かしかけてるようです。まあ確かにすごい連打がありました。さあ、プロで振り返ってみたいと思います。これ聞いたですね。この後のパンチはもうあれだけダメージあるんで、何が当たっても倒れる状態でいましたから。はいはい。まあ、挑戦者のセバジョスの方もチャンピオンが疲れてくれればと思ったんでしょうけど、疲れないですね。最後まで暴風のようにね、押し切りましたね。今も右打った後、すかさず右にステップして連打ですからね。もう全部やることやってる感じですよね。仮にこの状態でチャンピオンが疲れたとしても反撃できる体力は残ってなかったでしょうね。今ようやく状態を起こしました挑戦者デメトリオ・スバジョス。今日は自分のボクシングができなかった、させてもらえなかったといった感じのところではないでしょうか。ようやく喜びの表情です。シェーン・モズリー、シュガーというニックネームがつきました。このチャンピオンシェーン・モズリー、2度目の防衛戦、なんという素晴らしい最後ラッシュで、相手を仕留めたんでしょうか。素晴らしい勝ちっぷりを見せてくれましたシェーン・モズリーであります。それでは改めてモズリー選手の戦績見ておきましょう。この試合8ラウンド2分34秒モズリーがセバジョスを TKO に下しました。この試合によりましてモズリーの戦績は26戦全勝、うち24の KO がありますが全勝記録を伸ばした形になりました。2度目の防衛に成功です。